今回はサナパッチョさんと、DX さんいらっしゃったモンストニュースの内容を拝見させていただきます。でまず7月30日モンストの日なんで、コンティニューミンとオーブ5個とエラベルベルとラキモン作ってたらワクワクステッキ1個で、今来てる大の大冒険コラボのモンスターソウルあるじゃないですか。あれでドラゴンとかの星5勢ゲットして売ると、そのこのラック引き換えのポイントに使えるんで、まあ、もしかしたらその大重石交換っていうのもいいかもしれないけど、この、まあ、たくさん周回してモンスターソウル余ってるっていう人はそっちに使った方がいいかもしれないね、ラック引き換えのポイントとして。で光の冒険戦復活します。ただしトレノバはいません。いや、やっと運営さん声聞いてくれたって思ったんだけどね。前回の2020年より開催された光の冒険戦に登場したクエストではボスモンスターは登場しません。なんで、まあもう今後トレノバもう復刻しないでしょうね。もう今回しないもん。最大の復刻チャンスだったのになかったもんね。で、今回も期間限定です。8月2日から11月10日のお昼まで。だから、いやもう、神獣なくして、こっちにしてもいいと思うんだけどね。神獣は今年中に消えます。代わりに光の冒険船が常設しますみたいな。なんかそんなのもやってくんないのかな。で、内容は前回と一緒で、船出航させて、クエストでやって、クリアしたらまた出航させて、繰り返す、ひたすらループする。たまにアポストロスも出るよ、みたいな感じ。で、非解析で、前回と一緒、非解析っていうクエストクリアしたらもらえるポイント集めて、グッジョブとか勲章とかいろいろもらえる。で、戦型の書とか、ワクワクステキとかある。で、船拡張は、確かこれやると、その次の海域行くみたいな感じじゃなかったっけ？違ったかな？で、ちょっと気になる書きが、この左下の海域総ロックボーナスの獲得合計数が200に到達している必要があります。これ、船拡張するのって、非解析集めて、できた記憶なんですけど、ラック合計数200って、じゃないと次いけないとかそんなことあります？いや、それだったらすげえしんどいけど、ちょっとこれは見なかったことにしとこう。で、出演するボスモンスターは、このアルウェル、ルミエとか一部出てくるっていう感じね。まあ、どのクエストにどの海域が出てくるのはお楽しみ。で、アポストロスの見た目がこんな感じ。多分、前回と一緒で、今回も3つ海域、だから3つアポストロスあると思うんで、まあ、ルガスタ、ピスカスいると思うんですけど、あと多分もう一体、おそらく何属性かわかんないけど、なんか強いキャラクターいるだろうね。トレノバの次の枠になんないかな。で、新アイテム、サーチコンパス。こっからが新しい要素ね。で、サーチコンパスっていうのが、これクリア、これ使うと、このアポストロスを即座に出現させられる。その、前回は確かクエスト5回前後くらい周回しないと出てこなかったけど、これ使うと、まあ、すぐ出てきますよっていう。どうやって手に入れるのかというと、海域の獲得ラック合計数が100、200、300、400到達ごとに、手に入ります。めんどくさくなりますね。なんで、まあ、4個しか手に入らない、それぞれの海域で。だから、まあ、ちょっと手間暇かかるなっていう感じ。まあ、あるだけいいけどね。で、あと変更点が、島に到着するまでの航海時間、最大、一番最初が6時間だったんですけど、今回から4時間。確か6時間、3時間、1時間っていう短縮だった気がするんで、今回から多分4、2、1とかになるのかな。で、クリアボーナスも、新しく作るようになる。クリア回数3回で3個もらえて5個でこんだけ。で、あと、島に到着後スキップして再出航した時には、スキップする前とは別の島に到着するようになったんで、まあ、亀クエ周回前回してたと思うんですけど、まあ、それがしやすくなった。その非解析集めるためにやってたので、あと、まあ、それ運営さん気に食わなかったんでしょうね、きっと。だからこういうラック合計数とか、あと、なんだっけ、この機械の拡張するときにラック合計数200に到達している必要がありますとか、多分こういうのを運営さん的に気に食わなかったから、きっとやってきたのかな。で、8のつく日は船の日。なんで 8? あれ、8と船ってなんか絡められる要素あったっけ？この水時計が8マークしてるから8なのかな。で、まあ、これが、非解析100で、それぞれ1回だけゲットできる。で、あと、1日のお宝釣りが、1日2回までできるようになるってことで、まあ、これあるときは、まあ、この辺引き換えとくと、その、ま、いろいろ恩恵でかいんで、ちゃんと引き換えずにやりましょうってことで、まあ、ちらってあと見えたけど、ドクターストーンとモンスターストーン、コラボします。で、これ、8月2日から始まるよ。あれあれ、新イベもあるんだけどなって、目次見たとき思ったんですけど、これ無料コラボ、なんですって。だから、まあ、鳥獣来る前だから、また鳥獣に絡めてくるのかなと思ったけど、それも違った。で、これ、光の冒険戦と、仕様が一緒なんですよね。で、だから、光の冒険戦やりつつ、ストーンワールドもやらなきゃいけないんですよ。一応、これ、運営さんの優しさで、通常の、その、光の冒険戦で出航させてても、ストーンワールドの出航もちゃんとできる。だから、二つ同時に並行して、光の冒険戦できるイメージ。で、これが、8月2日から、8月いっぱい。だから、いわゆる夏休み期間中は、まあ、これやりましょうねっていう運営さんのお達しなのかな。で、
これ無料コラボなんで、どうやってキャラゲットするのかというと、コラボクエストクリアするとこの石化復活液をもらえるんで、これでコラボキャラクターとかゲッティグッジョブとかこの辺引き換えましょうっていう。で出てくるキャラクターが旋空とクロムと琥珀です。であとグッジョブこんな感じでもらえる。でこれ見た時最初思ったのが、なんで氷河なんだろう。いや、ルリネーとかツカサとかそのポジションに氷河がいるのものすごく違和感ありますね。なんで、まあ、これはちょっとちゃんとしてない気がしますね。で、まあ、これ石化復活液引き換えられるキャラクターとかアイテム一部紹介。今こんな感じで、まあ、石化復活液で、こうやって旋空とか、あとグッジョブとか線形の書とか、あと光の防御戦のこの光の地図とかもいろいろもらえるんですよ。だから、いわゆる、機械の冒険戦オラコインバージョンみたいな、多分そんな感じのイメージなのかな、きっと。で、あと、まあ、これめちゃくちゃ頑張ったら、こうやって運極作成数、これで結構増やせるんで、まあ、やる人は結構頑張ったらいいと思いますね。で、まあ、機械の冒険戦ということで敵もいるんですけど、このホムラと、氷河と、右京と、ゲン。で、アポストロス枠で、獅子王司なのかな。で、この5体が敵として出てくるね。で、これがその24時間だから、アポストロスの仕様と一緒で、出現後24時間以内に、まあ、1回挑戦したら消えますよっていう。でマルチで挑戦するときはホストゲストともにクエストが出現している必要があります。どうなんだろう、難しいのかな。でもアポストロスのクエスト、なんか感覚的にはキャラいたら楽、キャラいなかったらちょっとめんどくさい。まあ無料コラボなんで多分そんなに難しくしないし、周回も必要だから、まあキャラクターいたらそんなに苦もなくクリアできるくらいの難易度にはなってると思うんだけどね。で、まあ、ニッキーいなかったね、ルリネーもいなかったね。まあまあゲンが敵、まあゲンも敵といえば敵なの。なんでまあそんな感じなのかな。で今回そのアポストロスでなんだっけ、サーチコンパスっていうのでアポストロス呼べたじゃないですか。でそっちのストーンワールド用のポジションが携帯携帯を使うと獅子王司をすぐに出現させることが可能。いやこれは、いやネタバレになるから伏せるけど、いや原作再現原作再現なるから、千空さんが作った携帯使ったら、まあ獅子王司、まあギリギリ原作再現、まあある意味原作再現とか原作再現なのかな。でまあ、こっちも回帰、総ロックボーナスありまして、これが、やっぱこれ、その、100ごとに、携帯と、あと、石化復活液ももらえるんですよね。で、400まで貯めると、まあ、ワクワク石、一応コラボなので、多分、運極にするっていう人も結構多いんじゃないかな、きっと。で、あと、期間限定ミッションもありまして、まあ、レベル極みにキャラクターにしようとか、運極にしようとか、あと、すべてのコラボキャラクターを運極にすると、獅子王司の、新しい別のイラスト解放できるんですね。そのイラストが、数千年後の再会、獅子王司さん&未来。いやもう完全にこれ、今進んでるアニメの、もう全部完全に含まれてる感じの要素全部含まれてるんで、だから、まあ、復活は、ほぼほぼないと思っといた方がいいっすね。なんで、ここ、まあ、もしちょっと、いや、忙しいからできませんでしたってなっちゃうと、まあ、多分これをまたやり直す機会は、今のとこ、ないと思っといた方がいいっすね。まあ、あわよくば来年か再来年くらいにあるかもしれないみたいな。まあ、少なくともかなり長い期間待たされることになります。と思います。で、顔合わせミッションも復活して、初めて一緒にマルチプレイする友達いたら、石化復活エージ300もらえる。で、10人目、20名やっとくと、オーブ2個もらえるんですよね。だから、まあ、オーブ4個と、あと石化復活液がたくさんもらえるっていう感じなのかな。で、新イベ。春戦国志。まあ、もう、ストーンワールドの話聞いた後に、これやるんだって最初思ったけど、先にこっちやったら、ちょっと流れ変わったかもしれない。で、1体目が完璧。で、反射砲撃クリティカル、超ダメをマイスイーパー、アンチウィンド、魔王キライム、自強化と触れた敵にガイド不要。で、超絶貫通録音商品だと、SS 短縮なの。一応、超砲撃にすると、魔王キラー M が等倍で、魔王キラー M で2倍の威力になった砲撃の SS 短縮弾が発射できる。まあ、どこで使うのかと言いますと、2階の21とシュリンガーラくらいしかパッと出てきませんでしたね。なんで、まあ、2階の21も結局、これ、もう、最近始めた人は到達するのにめちゃくちゃ先だから、まあ、持っててもあれみたいな。まあ、2階も、今、24か5くらいが行ってたところなんで、あと多分半年したらもしゲットしても、ちょっと使わなくなっちゃいますね。で、2体目が光属性の離心。で、貫通パワー型ガイド、超 AGB、アンチウィンド、アンチバーブ、バイタルキラー M、自強化と、あと、最初に触れた敵種族に大ダメージ、クロス分身弾と、超絶フォーミング、パワー型で、あと、バイタルキラー M が新しくついたんで、まあ、HP 半分以上の敵には2倍殴りできます。で、超 AGB 持ってるんで、
パワー型のスピードの遅さも補います。でバイタルキラー M とこの SS の最初に触れた敵種族のキラー SS、 これでまあ 1.5 倍か2倍くらいのキラーは入ると思うんで、その辺合わせるとすごい殴りできます。どこで使うのか私わかりません。まあ、光の冒険戦の闇属性が確かピスタスだったっけ、ピスカスかいたんで、まあ多分それに刺さる性能におそらくなってんじゃないのかな、きっと。で、最後闇属性ので、セノが貫通スピードクリティカル、超アンチワープ、魔法陣、減速壁、SS ターンチャージ。で、実況化とワープに触れるごとにパワーがアップ。で、追撃貫通弾と超強トライブパルス。で、まあ、貫通なんで、いや、これもちょっとわかんないです。まあ、アポストロスが光属性で、もしかしたらこれが刺さる。もしかしたらそれか、獅子をつかさにこれが刺さる性能なのかもしれない。これで刺さらなかったら、ちょっと24の奥で、まあ、無理やり使うことはできるんじゃないんですかくらいで、パッと、ちょっと思いつかないですね。で、あと、これだけなんか、周りの敵、味方か。周りの味方の人の、この、何?適当感というか、なんかおもちゃ感半端なくない?なんでこんな風になってんだろう?この人のイケメン具合と差がありすぎみたいな。合コンでなんでもないです。で、期間限定で販売されるこの新キャラ確定ガチャ&オーブ。まあ、これはいわゆる確定ガチャ今回もありますよ、みたいなコラボでも早来い。で、新イベミッション開催で、今回は、ラック一定数集めると、特玉とか、あとアイテムもらえるっていう感じで、なんだっけ、リボクさんと、真ん中の人の名前忘れちゃって、一番右が翔平くんだったんですよね。でもこれら運極とか、まあ、ラック集めると特玉とかいろいろもらえるよっていう。で、あとクエストクリアでミハネとかクーヤとかのポジションで新しくミケノもらえます。で、まだミハネ終わるっていう通達、あれミハネ終わったっけ?いや、ミハネはあんまりろくにやってなかったからちょっとあれだったんですけど、まあ、新しくミケノ来ます。で、中心化は水属性のエドワード・ティーチ。光の冒険戦だから海賊にしたのかな。もうワンピースコラボと合わせてくること確実になくなりましたね。で、反射砲撃、ユークリ、アンチ魔法陣、魔風陣、魔人耐性 M、魔族耐性 M、超アンチワープ回復。で、フィールド上にあるアイテムを一段階成長させて吸収するスピードとパワーアップ。で、ダブルエナジーサークルと超強拡大貫通録音消費は。だから、なんか運営さん言ってたのは、リエックスさんおっしゃってたのは、この砲撃型のダブルエナジーサークルは、ルシファーに次いで、初めて2体目ですみたいなことをおっしゃってたね。だから、で、SS はこれ、アルセーヌと一緒。だから、もう、いろんな超獣神祭のキャラの限定キャラ、いいとこ集め取りしたのが、もうティーチなんですよね。ダブルネサーでルシファー。で、SS はアルセーヌ。で、回復は、ビナか。回復ビナーで、もうワープもビナー持ってる。で、魔法陣は、誰持ってたっけ、パッと出てくるかな。今、この辺考え出す気ない。で、調教拡大貫通録音消費は、これ、蓬莱のとこ受け継いだよね。で、次回のモンストニュースは、8月5日、木曜日。だから今週水曜日にやったのは、いまいちなんでやったのか特に明かされないまま終わったんですよね。なんだろ、光の冒険戦で水だから水曜日にやりましょう、ぐへーみたいな。いや、そんな運営さんの会議あったのかな。まあ、そんな感じでしたね。はい。で、この鍵爪は、全く刺さらなそうな雰囲気。なんでここ渦巻いてんだ、これ絶対刺せないでしょと思ったけどね。はい。まあ、そんな感じで。ごきげんよう。